やっぱりこう自分が育ててもらった人にこう自分を超える選手をこういつか作ってほしいなっていうのはずっとあったので、はい、それのチャンスとなる選手が、ね、今回の笠原選手ですし、はい、いいものを見せることができるんじゃないかなと非常に思ってます、ね、楽しみ。史上最大の親子喧嘩という表現もされていますけども、親子喧嘩というより、まあちょっとね、やっぱり俺も、まあ、自分の息子ではありますけど、はい、まあちょっと舐め草っていう天心選手です。そうですね、はあ、はい、それちょっと、まあ俺と片手で、はあ、しっかり勝って、はい、叩きのみしてやろうっていう感じです。茶番でもなんでもないんで、マジで、はい、まあ、本気で、まあ那須川選手を、はい、やっつけに行きます。お二人の体験を見て、いや、腹立ちもしてる。何が何でも那須川選手を倒すと。まあ、そうですね、うん、もう今はもうそこに向かってますね、はい、天心選手と今練習を全く一緒にされてないってことですね。いや、してます。ああ、昼間僕ちょっと彼とパーソナルずっとやってるんで、はい、でまあ、それはもうあくまで、まあ、次の6月に向けたものをこう作っていきます。じゃあ別に風根選手の対策を特に授けてるとこは全くない。全くないです。あ、で、まあ、俺はもう、やつの弱点も一番知ってるんで、それを風根に教えて。それちょっと気になることが、例えばこう4月にこう天心選手の弱点を風根選手がついちゃったら、この6月対戦相手にその弱点が何なのかっていうのがちょっとバレちゃうんじゃないかなと。いや、もうそんなの承知ですよね。だからもう本当にもうここの一戦に僕かけてるんで、だから本当彼が55で、まあ、本来ね次戦うのが58ですけど、やっぱりこうそれに近い体重でやった方がいいのかなと思ったんですよ、うん、でもやっぱりもうちょっと、うん、そんなの関係ない。だから本当55でやつもこう55でそこでやってる以上、だから片目はそこに合わせる、うん、だから別にこっちがそれ以上合わせる必要ないんで、はい、そこまで考えてないですよ。だからまあこう世界中で結構なんかこう悲しいこととかあるじゃないですか、はい、でそういうのを状況で、そのなんか僕はアホやからそんな言葉遣いが、ね、あんまうまくないんで、はい、で言葉を選びながらこう熱いのをこう伝えていけたらなと思うし、うん、伝えていけたらなと思ってるん でそういう面でね、天心選手に関してはそのなんか選手として、うん、まあ、これ以上ないぐらいの闘志燃やしてやってるんで、はいはい、もうひんひん燃え続けてる感じですね、はい、やば。一番信頼してる人とそういう僕のことをほんまに応援してくれてる人のために、まあ、今回はマジ見せつけてやりたいなと思ってるんで、はい、うん、そこをしっかり見ててほしいですね。絶対見返すんで、見ててください。